マパエンゲ。ハロー、皆さんこんにちは。クマパエンゲナビゲーターコビです。今日はモンスターについて の動画になります。皆さんのお宅のモンスターどんな感じですか？成長期に入ってもうぐんぐん調子がよく育っている頃かなって思いながら、今日はね動画を撮らせていただこうと思います。例えばこのようにこちら一応持ってきました。前植え替え動画の時にね使用した苗です。もうこんなに大きくなりました。でそうするとね、初めの頃の葉こんなに小さいですよね。傷んじゃって、そうするとよいしょもちろんこのままでもね構いませんが、この下の方の葉ちょっとあと広がり、そうですね、ご質問の中で多いのは広がりすぎて困ってしまうとかいうのは多いので、そういう時ねこの辺を下をカットしたりして、私はこう調整というんですか、いい感じにお部屋の中に置いても外のシェードのある下に置いて育ててもいいような感じにねお手入れしています。その様子をね今日はね順番にお話しさせていただこうと思います。後半にはねモンステラが徒長ではないですが弱って倒れてしまうという方からのねご質問の音声メッセージも届きましたので、そちらについても皆さんもねきっと同じようなお悩みを抱えていらっしゃる方がいらっしゃるかなと思いますので、お話盛りだくさんになってしまいますので早速スタートさせていただきます。レッツ作業スタートになります。クマパン園芸、こんな感じですよね。こういうのこのままもちろん残しておいてもね構いませんが、もうこの辺でねパチッと切って、株元すっきり風通しよくという感じにしてもねいいですよね。この辺から次から次へとこの季節ねどんどん新しい葉が出てきますので、どこ切ろうかな。例えばここ傘分かりにくいかな、ちょっとカメラ上向けますね。この辺はもうこんな大きな葉になり、そしてここはこんなに重なってしまっています。なのでちょっと重なっちゃってるのは良くないので、私は今回ね一定方向に向けて光を当てて育ててるので、こちら側がフロントになるように育ててしまっています。定期的にね鉢をこうくるくる回して全方向にすれば、この葉はこちら反対側をねこちら側をちゃんと向いていて、こんな感じになっていたと思われます。今からでもねちょっと日をこっちから当てるとこう向くと思うので、ここをちょっとぶつかってるけどカットするほどではないと思うので、これはこのままで、逆にどうしようかな。これ本当にもうこね正解はありません、好みです。私はここがちょっと、そしてこういう髪のうまくいかないな、下クマパンいないからね、すいませんね、スタジオじゃないとねクマパンいないんですよ。でこういうのもねもうこの辺から切ってしまってすっきりさせてしまったらいかがでしょうか。そしてそうですね、あとここでね気をつけてください、触るのこの辺まだ柔らかい葉、これまだ開いたばかりの葉なので、こういう葉ねこういう時こう触って傷つけたりするとそのままね傷が残っちゃうのでね、あんまりね無理にね引っ張ったりしないでください。でこのままでもいいのかな、でも私はやっぱりよいしょ、下この株元この辺もちょっとここに備えてねちょっと多めに、このあとほんとまだまだねぐんぐん成長しますので、このぐらいカットしちゃっておきます。そしてこのあとはどうしようかな、今フロントこっちって今回作ってしまって日を一定方向に当てていましたが、反対側ねこれこう見ていただくとこっち側ほら全然歯向いてませんよね。私は今回フロントをね正面向こう側と決めてしまって育てていたので、みんな葉が向こうを向いています。定期的にねくるくる回転させるとね全方向に見せたい時はこちら側にも光がね当たるようにして育ててみてください。そうするとね葉の向きがこれが例えばこっちこう向いたりね、いい感じに全部向くので、この後そうしようかな。なのでカットはねこちらの苗はこのぐらいにしておきます。水切れにもね注意してください。本当にねここに水分計よいしょ入れていますが、
このぐらいの鉢で、野外に置くのはちょっと日がちょっと強くて、シェードでも強かったので、この間から、難度の室内の日当たりが午前中から、1時ぐらいまで結構強く入るところにね、この苗置いています。でサーキュレーターもね、風もモンスターね、風も大切なので、サーキュレーターもね、もちろん難度であまり人が動かないので回しています。それでもう水をあげても、もう1日2日であっという間にね、水切れをね起こしてしまうので、そういう時はね、私の大好きな葉水、どこ行ったかな、今日今持ってたんだけどな、あったあった、葉水をね、あげてください。また笑われちゃうね、この大きな、いつものね、これで葉水をあげています。葉水あげると害虫対策というか予防にも なるし、葉の上にたまったね、結構モンスター葉大きいですよね。大きいとこの上に結構ホコリが溜まってしまったりするので、葉水をあげたり、そして柔らかいティッシュで、あまりにもホコリが汚い場合はこの上からスーッと拭いてあげることもあります。これでね、結構元気で生き生きしてくれます。熊番園芸、気になるところをね、ちゃちゃっとカットして、株元をすっきり風通しいい感じにしました。今カットしたのは、こうご覧いただくとお分かりのように、切り込みも入っていないし、傷んでるし、今後この後育ててもね、あまり可愛くならなさそうな葉なので、カットしてしまいました。で、そうですね、先ほど一番初めにお話しさせていただいた、ご質問で多いのが、広がる、育ってきたけれどモンスターが広がる、倒れるというお話、結構たくさんいただきます。その中でも前回ね、モンステラの、育て方植え替え、動画コラボ企画第1弾2弾、ゲスト小山拓司さん、シンガーソングライターの小山拓司さんをねお迎えしてお送りさせていただいた動画がございます。その小山拓司さんがまた今お困りのようで、音声メッセージをお送りいただきました。まずはそちらをご覧になってお聞きください。小山拓司です。先日ゲスト出演してレクチャーしてもらったモンステラ、順調に育ってるんですけど、一つ教えてほしいことがあります。ちょっと目を離した先に新しい葉っぱがニョキニョキ伸びてきて、それはいいんだけど、重心が上に上がっちゃったのか、根っこがグラグラしてきたんですよ。これをね、全体的にきれいに育てていくコツみたいなのがあったら、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。熊番園芸、小山さん、今新しいCD を発売でお忙しいご様子なので、お留守の間、もしかしたらパッと見た感じ日照不足から、それでこのなんですか、伸びたところが弱々しくなって、風でこうフラフラと倒れそうになっているのではないかなと思います。日差しにね、もう少しずつ、もうちょっと強い日差しにした方が、置き場所をね、少しずつ、もう少し強い日差しのところに置けるならば、移動させて育てていけばね、この幹がしっかりしてきて、この葉っぱ、茎、葉と葉の間もね、こう締まってきます。そうしますと、こんな倒れることもないようにガッチリすると思うので大丈夫かなと思います。あと、それでも今日今困るというお方が皆さんいらっしゃいますか？そういう場合は支柱をね、一時的に支柱を立てて倒れないようにね、風が、台風とかこの時で風が来て倒れて折れてしまうのは大変なので、支柱を立ててね、押さえて置くのもいいかなと思います。と、画像ではちょっとわからなかったんですけど、一つちょっと心配事があります。で、根腐れはしていませんよね。グラグラというのが、この辺の伸びたのが日照不足からね、伸びちゃってフラフラしてる程度ならば問題がございませんが、根元の中、根腐れして、お水とか なんかお世話一生懸命やっていらっしゃるというのは噂で聞いていたんですが、皆さんもどうですか？大切なモンステラなので、お水をたくさんあげてしまって、こう鉢がね、軽くなって吸い切れていないのに、お水をたくさんあげすぎてしまい、根腐れを起こしているっていうことはありませんか？万が一です、根腐れを起こしている場合は
回ねもう植え替えちゃった方が早いですね。私の場合は抜いてしまって、まあ、根腐れの状態にもよりますが出してみて見てみて、本当に腐ったり黒くなったり、あと臭い匂いしてくることありますよね、腐ってる場合は。そういうような場所はね、カットして、ね、取り除いてしまいます。そして新しく清潔で、できれば次はね、そういう時は水はけが良い土にね入れて様子を見て、その後の成長を見ていきます。根がね本当にねパッとなくなってしまって、同じ大きさの鉢だとまたそれはそれでまた根腐れしてしまう場合があるので、状況にもよりますが、本当にごそっと根腐れして根がなくなってしまった場合は、鉢をねワンサイズ残念ですけど一回り下げるのもね良いかなと思います。熊番園芸。あともう一つちょっと気になりましたので追加でお話しさせていただきます。モンステラね楽しみにしていたのに葉に穴が開いていないということもねよくお伺いします。初めこちらもそうですね、初めの方の小さい頃の葉はねこんな感じでね葉が開いていませんよね。でどんどん成長して大きくなってくると、上の方の葉どんどんね穴がこう切り込みが入ったり穴がこう開いてきたりね、品種によって多少違いますが、モンステラらしい形に育つので、健康でね元気な苗に育ててあげてください。まだまだモンステラね成長どんどんぐんぐん成長期いい感じに育っていくと思います。何かご不明な点やわからないことありましたら、どうぞ動画のコメント欄にお寄せください。あと熊パン園芸ではモンステラね昔から大好きなので、増やし方とか水耕での育て方、茎伏せでの増やし方、いろいろと動画を出していますので、下の説明欄に関連動画として載せさせていただきます。よろしかったらご興味のある方はそちらの方もご覧いただけましたらとっても嬉しいです。ではこの動画を気に入っていただけましたら、よかったよの合図にいいねをしてお知らせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ブログやツイッターも書いていますので、よろしければ遊びにいらしてください。ではまた次の動画で皆さんにお会いできるのをとっても楽しみにしてます。またねー。バーイ。くまくま。バーン。またねー。